はい、こんにちは。今日は、防衛大の、前科式を紹介いたします。こういう前科式が与えられてますと。で、一般校を求めるんですが、指数がついてると、大体相場通り両辺に対数取ってあげようかなと。で、対数時取る時の注意点は、一応両辺正であることは一応確認しておく必要があって、それも多分問われには書かなきゃいけないでしょうが、これは口だけで、明らかにこれ1から始まって、正ですと。2を何とか乗して、で正の数2乗してるだけなんで、負になることはないということで、両辺正なんで対数で、もちろん定は2がいいでしょうね。なんで定と対数取ってあげると、 an たす1がログ2の 2n-2 かけ an の2乗と。じゃあ、こっちはもうそのままで、こっちはいろいろきれいになって、これはもうそのままこれが全部なくなるだけなんで、2n-2。あ、というか、一応、対数なんで、掛け算は分けられて、こっち側がこうなって、こっち側はログが残って、ログ2an で、2乗が前に出られるんで、こうなると。そうすると、ログ 2an を bn と書いてあげれば見やすくなって、bn プラス1が、BN プラス1が、2BN 足す 2N-2 という、結構すっきりきれいな形になりますと。じゃあさらにこれを BN で解いて、 BN を求めてあげればいいんですが、じゃあこれどうしようかなって時に、ここに N がある、この N を消してあげれば、普通の前科式になるんで、じゃあ N を消す方法としては、他にもあるかもしれませんが、一応私好きなのは1個上を書いてあげると。そうするとこれ、2括弧 N 足す1引く2なんで、結局 2N になります。じゃあこれドーンと引き算してあげれば、 BN プラス2引く BN プラス1が2でくくれて、 BN プラス1引く BN で N が消えて、引き算が足す2と。そうすると、じゃあさらにこれ CN と置いてあげれば、 CN プラス1が 2CN プラス2っていう一番基本的な前科式に結局たどり着きましたと。じゃあこれは特性方程式やるまでもなく、 CN プラス1足す2イコール2括弧 CN プラス2と。これでちゃんと推薦回ってます。2CN で、4引く2でちゃんと2になってますと。じゃああとは、これはこっちにしていいか。じゃあこれ解くのには一応 C1 が必要で、C1 っていうのは、B2 引く B1 で、じゃあまず B1 はいくつかっていうと、 B1 っていうのは、ログ2AN が BN なんで、B1 はここが1なんで、ログ21は0です。で、B2 はログ2A2 ですが、 A2 はじゃあここから求めるしかない。A2 は、1入れるんで0乗、0乗は1かけ1の2乗なんで、 A2も1で、 A2 も1とだ、B2もここが1なんで、 B2 も0ってことは、C1 も0引く0なんで、 C1 も0と。じゃあここに戻って、じゃあ結局この CN 足す2っていう数列は、初項が0足す2で2で、項比が2なんで2の N 引く1乗と。ってことは結局2の N 乗と。じゃあそしたら、CN あじゃあ結局は CN は2の N 乗引く2と。まず CN が求められましたと。じゃあ CN って何だっけっていうと、 CN はこれなんで、
BN たす1引く BN が、2の N 乗引く2と。ということは、解差数列が N の式で表されています。ということは、BN っていう数列は、B1 は0でしたね。B1 は0。なんで0足す、結局シグマの、K イコール1から N 引く1までの2の K 引く2と。じゃあこれは、最初は、初項2の等比数列で、なんでこれは、等比数列なんで、この部分は等比数列なんで、SN とでもすると、初項が2の等比数列での和で、2の N-1 乗まで。なんで、2SN は、こう来て、これがはみ出て2の N 乗。なんで、SN は2の N 乗引く2と。2の N 乗引く2と、あとは、シグマ、K イコール1から N 引く1までの2なんで、これはもう単に、マイナス2カッコ N 引く1と。じゃあ、これは結局2の N 乗引く 2N で、マイナス2プラス2でちょうど数字は消える。で、これ、解差数列なんで一応 N が、2以上の時の話なんですが、1の時もちゃんと 2-2 で0、B は B10 なんで合ってますと。じゃあ N イコール1の時も成り立つと。じゃあもう、BN が分かったら、ログ 2AN が BN だったんで、それが2の N 乗引く 2N なんで、結局 AN っていうのは2の2の N 乗引く 2N と。これが答えになります。では以上です。ありがとうございました。